いえども。大沼耕太のいやどうもチャンネル。いや、まずいことが起きたからちょっと回したんだけど、やばい。ここ最近の不規則な生活。まあ、それ寝不足だね。暴飲暴食を重ねた結果ね、俺の体重がとどまるところを知らないということで、大沼耕太、33年目にして果たしてちゃんと痩せれるのか、1ヶ月どころか年内かけてダイエット計画っていうのをやっていこうと思います。イエスサー。まあ俺 YouTube で言わねえ限りもう痩せねえんじゃねえみたいな感じでね、YouTube で宣言すればいいかなと思ったんだけど、まあ、どうやって痩せっかなと思ったんだけど、オートファジーっつうの、16時間以上揚げて食うみたいなのやっと痩せるって言ってたと思うんだけど、それをやっぺと思うから、まず1日1食にしてみっぺるもんね。1日1食。あとは、うちの100個焼き芋あんじゃん。あれが、なんかね、100個芋も食うとヤギ芋って痩せるって言われて、今どっかでね、なんかプロテイン代わりにヤギ芋食うといいみたいなことだから、どうしても腹減ったみたいな時にはもうヤギ芋食うみたいな。で、あとは、一応ね、24時間のジムに俺も一応入会してっから、まあそうだな、週に1回、2回は必ずジム行って運動するっていうこの3つを心がけて、年内でね、どんぐらい痩せるのかっつうのをね、ちょっとね、ガチンコでやってみっぺと思うからね、期待して。帰ってどうも。どんぐらい俺の体重が今まずいことになってっかっつうのはちょっとね、俺の体重で。携帯と iPhone の分も入ってるにしろね、ちょっと俺はやりすぎたかな。いきます。やばくないこの体重。俺そんなにないように見られるんだけど、意外とあるんですよ。なんで、ちょっとね、今日からダイエット企画、スタートしようと思います。痩せたらすごいんじゃない ?YouTube でこう、うちのこのチャンネル登録といつも見てくれてる人らの人数の手前もう約束すっから嘘つけないっていう感じなんでしょうね。ガチンコダイエット企画をやろうと思います。10月の3日日曜日の夜にね、撮ってて、体重も測ったということで、1週間ずつぐらいにこう、どんぐらい減っていくのかちょっとやってみようと思います。これで118キロあったということで、じゃあ1週間をね、まずは1週間ちょっと頑張って、この最初の1週間がよくきついっていうからね、これをね、ちょっと頑張ってやってみて、1週間後どれぐらい体重が減ったのか、果たしてこの俺が2021年で、どれぐらい体重が減るのか、期待してみてください。痩せたらバズっかしいんだよね。というわけで、やってみましょう。今日はね、久々に時間ができたんで、ジムに来たからね。13! というわけで、今日は日曜日、ダイエット企画を始めてちょうど1週間。ただね、今日家族でお休みの日なので、1日1食はっていうのはね、こう子供らもいる都合でね、まあ、結構難しかったので、よいしょ。はい、というわけで、昨日より、まあでも1週間。で来週1週間はどうなるのかちょっと検証していこうと思います。また来週もお楽しみに。